今回のモテギ流掃除講座はトップバリューのキッチン用漂白泡スプレーを使ってお風呂の床掃除をしていきます。では塩素系ですから手袋をしまして、そして換気扇を回して早速始めていきます。シャワーで少し濡らしてからスプレーをして掃除をしていきます。奥から吹きかけていきますね。少し濡らすことで有効成分が薄まってしまうんですけれども、量の節約につながりますので、汚れがひどくないというところで少しシャワーを先にかけました。汚れがひどい場合、特に黒カビが結構生えている場合は濃い状態で使った方がいいと思いますけれども、この漂白泡スプレーはトップバリューの商品なんですが、1本あたり197円とか8円ぐらいだと思いますけれども、かなり安いですよね。同じようなもので顔にキッチン泡ハイターがありますけれども、キッチン泡ハイターの場合はだいたい250円から300円ぐらいしますから、比べると50円から100円ぐらい安いということになりますので、コスト的には嬉しいですよね。床一面洗い終えましたので、シャワーですすいでいきます。シャワーでのすすぎが終わりましたので、これで掃除も終わりとなります。この漂白泡スプレーは塩素系ですから、お風呂の床によく現れる黒ずみ汚れ、赤カビ、そして頑固な黒カビにとっても有効です。今回はそのような汚れほとんどなかったんですが、そのような状態でも我が家では塩素系の漂白剤を使ってお風呂の床掃除をだいたい月に1回程度はやるようにしています。それはなぜかと言いますと、黒カビ予防につながるんですよね。消臭効果もありますので、お風呂の匂いが気になるという場合も有効ですね。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。